こんにちは、まい先生です。今日は作曲家の時代、いつの時代の作曲家の方がこの曲を書いたのか、それを調べて同じ時代の美術、絵画を見てみましょうというお話です。音楽史と美術史というのは大変リンクしていて、絵画にはそれがそのままありありと、ありありと現れています。その時代の、例えば人物画であればその時代の服装もわかりますし、それから調度品みたいな家具であったりとか、その時の時代の背景なども絵画に映り込んでいる場合もあります。ルネサンスの時代はどうだったんだろう、近代フランスの場合はどうだったんだろう、なんていうふうにいろんな作家がいますから、その画風も見てみてください。そしてもしそこに解説なんかあれば、もうそのまま音楽にも反映できますから、ぜひその時代の絵画なども見てみてくださいね。これね、意外とね、高校の美術、高校の美術の本であったり、中学校の本にもあるかもしれませんね。学校で習う程度のもので大丈夫です。そして今はもちろんインターネットで何でも調べることができますので、同じ時代の絵画、これを必ず見てみてくださいね。例えばドビュッシーやラヴェルの時代は近代フランス、印象派の時代です。そうするとその時代はモネ、マネ、ゴッホ、ゴーギャン、そんなアウトラインがない光と影の世界、色彩感あふれるそんな絵画に、絵画を目にすることができるかもしれません。そんな風にいろいろな時代のヨーロッパの絵画を見ていただいて、その時の衣装、それから髪型なんかも見ても随分雰囲気がわかるかもしれませんね。それから作風、ぜひ見てみてください。解説もお読みになってみてください。大変、音楽に対しても分かりやすくなるのではないかなと思います。今日は作曲家の時代、作曲家が生きていた時代、作曲された時代の絵画をぜひ見てみてくださいねというお話でした。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。